よう君か。わざわざ挨拶に来てくれるなんて礼儀正しいんだね。それじゃあ私も改めて自己紹介をするとしよう。私はハンジ・ゾエ、調査兵団で分隊長をやっている。ハンジ分隊長の部下、モブリット・バーナーだ。これからよろしくな。ああ、そんなに固くならなくてもいいよ。ほら、何か私に質問とかないのかい？何でも答えよう。なぜって、もちろん将来有望そうな兵士がいたからさ。いつだって調査兵団は君のような兵士を求めているからね。兵士として巨人と戦うのは当然の仕事だけど、同時に巨人の研究も大事な使命の一つだと私は思ってる。君もそう思うだろ？巨人研究の重要性が分かってるなんて、私の目に狂いはなかったみたいだ。とにかく君にはこれからいろいろと手伝ってもらうことになると思うけど、一緒に頑張ろうね。いやー、ちょうどいいところに来てくれたね。どう？調査兵団にはもう慣れた？そうか、それは何よりだ。ここ最近は壁外での任務の機会が増えているからね。空いた時間にみんなと仲良くなっておくことも大事だよ。しかし任務の回数が増えれば増えるほど研究に割ける時間は減っていくから困りものなんだよね。どこかに手伝ってくれる人はいないかってモブイットと話していたんだけど、君どう？その言葉を待ってたよ。よし、決定だモブリット。今日からこの子が私の助手。分隊長、とりあえず一度落ち着いてくださいよ。新兵だって任務や訓練で忙しいでしょうに。君も無理して分隊長に付き合わなくてもいいんだぞ。しかしモブリット、このままだと私も君も忙しくなる一方だ。エレンのこともあるし、巨人研究はこれからが本番なのに。それはまあそうですか。ということで、もし君さえよかったらなんだけど、助手として本格的に私たちの手伝いをしてみる気はないかな。次に会う時までに考えておいてくれ。強制してるわけじゃないけど、きっと楽しいと思うよ。うん。おお、君を待っていたんだよ。早速この間の返答を聞いてもいいかな？いいのか。君も忙しいだろうに、無理はしなくてもいいんだぞ。やったー、ありがとう。君を信じてたよ。よーし、これで研究を次の段階に進める目処が立ったぞ。分隊長、はしゃぎすぎです。それで具体的にはどんなことをさせるつもりなんです？そうだな、その説明の前にまずはこの子に一つ質問しておきたいな。君は人類が巨人に勝つためにはどうすればいいと思う？君は本当に聡明な子だね。その通りだよ。だからこそ私は巨人を研究しているんだ。しかし巨人の研究を進めるためには
どうしても巨人を捕獲できるくらいの技量を持った兵士が必要になる。けどそんな兵士は決して多くない。そこで私は考えた。いっそ自分で鍛え上げてしまえばいいんだと。分隊長、むちゃくちゃすぎます。新兵に一体何をさせるつもりなんですか。別に最初から巨人と戦って死んでこいなんて言ってないよ。まずは簡単な任務をこなすところから始めてもらうつもりさ。例えば研究に必要な資材を集めてきてもらうとか、試作兵器のテストに付き合ってもらうとかしつつ、最終的に兵士としての実力を高めてもらえばいい。どう？協力してくれるよね？ね？ありがとう。君に声をかけてよかったよ。これからよろしくね。新しい刀身の開発、新兵器の有用性の検証、いい感じで研究を進められているね。それもこれも君のおかげさ。ありがとう。さて、そろそろ巨人の捕獲に移りたいんだけど。私もだよ。ただ君も知っているとは思うけど、やっぱり捕獲作戦となると伴う危険も大きくなる。おいクソメガネ、てめえ何考えてやる。よーリヴァイ、一体どうしたのさ。あ、何って、そりゃ私はいつも巨人のことを考えているけど。そうじゃねえ、いつやてめえに言ったような気がするや。てめえの好奇心で部下を危険にさらすな。嫌だなリヴァイ、私だってちゃんと配慮はしてるさ。この子を無理やり危険な任務に行かせるような真似はしてない。ハンジのやつに付き合っていれば命がいくつあっても足りねえ。てめえも巨人に食われてえってなら俺は止めねえがな。まったくひどいなアリバイ、私を何だと思ってるんだか。あ、でもリヴァイの言ってることも確かなんだ。私たちの研究はこれからどんどん難しく危険になっていく。そろそろ本格的に成果を上げていかないといけないからね。それでも私たちについてきてくれるのかい。そうか、君は本当によくできた女子だよ。でも本当に無理はしないでほしい。部下もつけるし対策も講じるけど、研究のためとはいえ君を失うのは本意じゃないからね。あー、でもやっぱりやるからにはちゃんと成果を持って帰ってきてほしいな。なんてね。いよいよだな。緊張してきたぞ。今回の任務さえうまくいけば我々の立てた仮説を実証できる材料が揃う。ああ、これは私たちの研究をみんなに認めさせるいい機会だ。しかし、よかったのかい？今回の任務はこの間の捕獲任務よりさらに難しい。およそ新兵向けとは言えない。一歩間違えば巨人に食べられてしまうかもしれない。部下をつけることもできないし、やめるなら今のうちだよ。そうか、ありがとう。君は私の自慢の助手だ。まだ時間がありそうだ。せっかくだし改めて
巨人研究の意義を君に伝えておこう。調査兵団は巨人に奪われた自由を取り戻すため、そして人類をこの恐怖から解放するために戦い続けている。しかし巨人との戦いにはどうしたって犠牲がつきまとう。これまでも数えきれないほど多くの仲間が死んでいった。人類のために命を捧げた同志たちに報いる方法は巨人に勝利すること、ただそれだけだ。だからこそ私たちは巨人の研究をする。巨人に勝つために、仲間たちに報いるために。だから、つまりはそういうことさ。よし、今日は任務を成功させて帰ってパーッと祝勝会だ。さあ、そろそろ戦闘準備に移ろう。やってやろうじゃないか、二人とも。例の任務大成功だったね、モブリット。それから君もよくやってくれた。しばらくはゆっくり休んでと言いたいところだけど、そうも言ってられないよ。まだ今回の戦果をまとめる仕事が残ってるからね。君にも助手として手伝ってもらうよ。それが終わり次第、みんなでパーッと祝勝会取り行こう。さあ、二人とももう少しだけ頑張るぞ。いや、君を待っていたんだ。ぜひお礼を言わなきゃと思ってね。君のおかげで任務は大成功だよ。私たちのやってきた研究がようやく実証されたんだ。これはきっと人類にとっての大きな一歩となるはずだ。私たちだけでは挙げられなかった成果だよ。やっぱり巨人化の仕組みも解き明かしたいし、立体軌道に頼らずに、かつ確実に巨人を倒す兵器の発明も。しかし君の努力や根性には驚かされっぱなしだったよ。リヴァイたちには無理させすぎだって何度も怒られたけど、君はしっかりついてきてくれた。心から敬意を表するよ。調査兵団はこれからも厳しい戦いに臨むことになるだろう。いや、これまでよりももっと厳しい戦いになるかもしれない。君にはどうかこれからも調査兵団に力を貸してほしい。その力はもうこの兵団にはなくてはならないものだ。ありがとう。やっぱり私の目に狂いはなかったね。私も全力で君をサポートするつもりだ。何かあったら気楽に言ってほしいな。さて、そろそろ次の実験の作戦会議と行こうか。一緒に来てくれるかい？返事だ。あ、そうだ、モブリットも呼んでこないとね。よーし、まだ見ぬ巨人たち待っててくれよー。